夢咲町は、かつて、兵庫県の南西部、針間に存在した町、鹿間郡に属した。姫路市への通勤率は39.9%。2006年3月27日、姫路市に編入合併し消滅した。夢咲町中心部前の省で撮影姫路市の北側にある町であり、全国で唯一、夢がつく市町村であったことから、 夢のある街をキャッチフレーズにしていた。夢先川菅尾川の中流と上流に位置する。主力産業として、観光地として、魅力寺、沖塩城跡、塩田温泉、雪彦山、が野上社などがある。町域中央を、中国自動車道南端を、山陽自動車道が東西に横断している。山の内養鶏場、鹿屋地区の町並み前の章で撮影。 沖潮地区の町並み沖元で撮影、蘇我地区の町並み菅岡で撮影現在は、町立の各港とも、姫路市立町内を鉄道路線は走っていない。鉄道を利用する際の最寄り駅は、JR 西日本姫新線余部駅。町内の東西を縦断する兵庫県道23号、三木山崎線前の章で、撮影町内の南北を縦断する兵庫県道67号、 姫路大川地線を潮状跡古くから開けた塩田温泉など風光明媚な観光資源に恵まれ重要文化財の本堂を含め多くの文化財を所蔵する未六寺、国の史跡の沖潮状跡など貴重な歴史的文化遺産も数多く有している。ありがとうございます。